精度、しっかりとしたコントロールした精度と腹筋、あ、腹筋してなんですよ、出ていって、
マグロゲームにおける、戦略的な超過を出すためにはまずナブラと誘い出しがあります。ナブラを打つときはその精度、しっかりとしたコントロールした精度と、まあ、その距離、推定の距離ですね。飛びすぎてもダメですし短すぎてもダメなので、そういう精度。そして誘い出しは、まあ、手前で誘何回か投げて誘うっていう方法もあるんですけど、基本的には、船からのプレッシャーが感じられない、飛距離を、出して遠くから、アプローチして狙ったところで誘い出せるというところがあるので、飛距離が必要になってきます。そういうところこれから、実際に実践して、ちょっと、伝えていきたいと思います。はい、まずナブラ打ちなんですけど、狙うところですね、狙うところ。狙うところはナブラがあるところで、まあ、クオーであろうというところがあると思うんですけど、その中心のところが一番やっぱ食いやすいかもしれないんですけど、そのナブラがあるところの中心だとここまでしか誘えないので、ナブラがあったらナブラの先を狙いたいです。進行方向も先、先頭を狙いたいです。なのでそれをしっかりと確認して風を計算して投げていきます。でその進行方向に対して先を狙うとミスキャストでも真ん中に落ちたり手前に落ちたりするので、距離の部分でもサミングなどを使えばその先を狙った時に、飛び過ぎた時にもサミングで止めることができるので、1回しかないチャンスの時とかもあるので、その先を狙うところがコツになります。で、まあ投げていくんですけど、まずは垂らしですね。後ろにスペースがあれば垂らしを長くして、竿のしなりと、その収縮を使ってまっすぐ投げていきます。その時に、しっかり精度を出す時は横に体が開いてしまうと抜けたり、かがみ込んでしまっても下がってしまうので、竿の軌道がまっすぐ行くように振り抜けるような、練習をした方がいいと思います。実際に投げています。竿を力抜いて一発見極めて投げる。そして必ずサミングをする。でこの止まるときにサミングをしないと、巻いてきてサミングを必ずキャストにしないと、そのサミングしない糸老けの部分が、何回か溜まっていったときに、またこうリーディングを始めたときとかに、詰まってしまったり引っかかってしまったりするので、エアーノットにもなりにくいです。そしてノットがでかすぎても、大きすぎてもですね、最初に引っかかってから、エアーノット、風が吹いてるときなんかね、そこで軌道が狂ってエアーノットっていうこうコブみたいなものになりやすいので、必ず投げる時の最後はサミングをします。そして誘っていきます。そして後ろにスペースがあるときは今ぐらいの垂らしでいいんですけど、スペースがないとき、ないときは垂らしをいつもより短くします。短くして後ろちょっと確認してまっすぐ投げます。そして必ずサミング、それからリーディングで誘っていきます。なので垂らしの長さっていうのはその状況によって変わるんですけど、それはその船の状況によって合わせてください。そしてコントロールキャストは必ずまっすぐ投げます。でまっすぐ投げて、早く散ってしまうナブラなんかの時にはもう本当にまっすぐにして早く投げたりとかもするので、スピードもこだわった方がいいところもあったりします。そして、まあ、力がある人とかだとこうすごい飛ばせるイメージがあると思うんですけど、
どこに力を入れてるかっていうことなんですけど、まあ、足を開いて、まあ、基本で最初の練習としては、まあ、こういう状態からでもいいんですけど、ちゃんと脇を上げてここを持っていくんですけど、この時にこの右腕で投げるんじゃなくて、この引き手なんですね。引き手のてこの原理で竿のしなりを利用して投げることができるので、力がない人でもそこを練習すれば飛ぶようになるので、この引き手の練習をしてみてください。後ろに振りかぶって引くときにまっすぐで、必ずサミン。そして、右で、それらの基本的なキャストができるようになったら、まずはタラシの、垂らすところ、あとはなるべくまっすぐ投げれるように持っていくところ、そしてサミングをしっかりするところ、エアノットにならないようにで、その辺ができるようになって、まあ、体重移動とロッドのシナリオを使って伝えていく練習をして、引き手をしっかりしていけば飛ぶようになっていくので、そしたら、まあ、それができるようになったら次のステップとしたら、こっちにも魚が出る時があるんで、こっち側に人がいて右で左こっちに投げたい時に、こういてここに人がいる時は危ないんで、今度左でも投げれるようにしとくと、どっちで投げれるようにもしとくと、超過も出やすいです。でトラブルも起こりづらいです。だから左、僕右利きなんですけど、左の時の方がいい時もあったりするんで、なんかそんなことをやってるとね、キャスティングそういうところも楽しいので、ぜひやってみてください。そして、やっぱり、初心者の方でもいっぱい投げる方でも、スクラムはすごい有効だと思います。この僕の場合はオッズポートにスクラムをセットしてあるんですけど、リーダー組んで、最後のところにスクラムをセットして、組んであります。そして、スクラムをだいぶ長く今は取れるように、なったので、ここで取って最後はスクラムでハーフヒッチして止めてます。これによってどうなるかというと、ここからの段差も減りますし、P ラインじゃなくてスクラムを持って投げることができるので、ガイドを通すところ、まあ、ここから普通リーダー一巻き入れて出るとバーンって膨れて当たって、さらにその段差もあってエアノットとかにもなりづらいんですけど、P ラインを持たないで糸を傷めないで、さらにスムーズなライン放出がするので、キャスティングするときにも距離が出ます。そしてライントラブルになりづらいです。でスピニングリールの場合はどうしても巻いていったりドラグが出ていたりすると、このリーダーから下のこの部分に、ヨレが生じます。このヨレが生じるときにほつれや、色落ちとか、なんか不安になる要素がたくさん詰まってきて、この部分でラインが切れちゃうことっていうのがよくあるので、そういう部分も、防ぐことができます。実際に何度もキャストして中とかを調べてみても、ダメージが少なかったり、ここのスクラムをすることによって、ここのヨレも、あまり感じられません。で、スクラムから PE に行く部分でも、ハーフヒッチで徐々に縛ってあって、この辺もスムーズに出ていくので、魚の、その対象の魚の、大きさよりもリーダーは長くしなければならないんですけど、それ以上長くしてもあまりメリットがないので、最小のリーダーの、まあ、一番いい状態のリーダーの長さにして、キャストすることができるので、スクラムは本当に、おすすめです。とにかくトラブルが少ないと思います。ぜひ試してみてください。スクラムのセッティング方法は概要欄に載せておきます。
じゃあフィット腹筋、あ、出勤した、あ、スラスラ、よし、止まった、よし止まった、よしよし、来た、後ろ持ってちょっと下がりながら入れる、しゃ、この角度でファイト、前に行ってもいい、そして、あー、まだ痛い、で背が低い人はもうここの間に入れるしかない、後ろ持って下げて、こうここで行くしかない、こう入れてファイト、そして背が低い人はここでやるしかない、でまた外してここでやるパターンもある、ここで下がりながら後ろ持って入れる、ここを生かして糸が当たらないようにここを生かしてこういうファイトもあり、そしてまた行った、あ、行った、ここでできれば理想、はいはい、そして魚が寄ってきた、この角度の時はこのままギンバルファイトだけど、だんだん魚が、船が潮で動いて風で中に来た、この辺来た時に無理しちゃうと竿が折れちゃうんで、もうここでちょっと出るまで入れ替える、これで寄せる、この時ドラグ緩めちゃうと出ちゃうんで入れとく、休むんだけどこの手で休む、持って休む、手を入れ替えて休む、手を伸ばして休む、休むんだけどドラグ入ってるから魚にはプレッシャーかかってる、ここで全部緩めちゃうとまた最初からやり直しなんで、休む時は関節を使って関節で休む、指も変えて休む、ハンドルも持って休む、こっちの筋肉も使ってこっちの筋肉も使ったりして休む、で巻いてきてまたマグロが向こうに移動したらまた、あ、これポンプしても大丈夫だな、竿の角度大丈夫だなって言ったら後ろ持って下がりながら、おっと行く、でまた勝負をかける、寄ってくる、マグロ寄ってくる、でそう、ランニング、このままランニング行きたいけど短い距離で急激に力ばっか与えると口から暴れて外れたりするんで、ここは繊細に最後余力があればこれでランニングまで持っていく、この時にこのファイトでは少し竿を曲げておく、まっすぐはダメ、まっすぐ引っ張るんじゃない、少し曲げておく、少しテンションかけてファイト、そこが肝です、そしてこのまま、はい、最後このままマグロリーダーまで巻き込んじゃってもいい、マグロをネットインして、はい、ネットインかギャフをかけたか何かしてくれたらスプレーフリー、よっしゃ、こんな感じでファイトしてください、ドラグなんですけど、青森、あとは北海道なんかで、まあ今全国でもやってますけど、ドラグセッティングするときにマグロゲームだったら、まあ、8、10、12号使うんですけど、まあ僕の場合9号とかも使ったりするんですけど、スポットがあるんで、まず分かりやすく言ったら初期設定は7キロから10キロぐらいでいいです。で本当に分からない人だったら、8号8キロ、10号10キロ、12号12キロでもいいです。まあでも初期ドラグっていうのは7キロから10キロぐらいの間で、抑えればいいと思います。で、実際にこうパッてキロ数が分かったりいいですし、あと回して分かったりもいいんですけど、オーシャングリップなんかで、直接引っ張ってみたりしてドラグ味を計測したりで、ロッドを通して45度で回して、ロッドを通してから、糸を出し入れしたりすると約、10% ドラグ値も上がるようになるので、そういうところも分かっておいたらいいと思います。ドラグはそんな感じで、しっかりとセッティングしてください。